好きな食べ物は肉と砂糖、夢も現実も諦めきれないサラリーマンです。なんか最近あのチャンネル登録をしてくださってる方がまたちょっとずつ増えてきて、私の動画を初めて見る方もいるかなと思ったので、今回の動画から簡単な自己紹介を入れてみました。一番最初の動画を見てくださってる方はね、ちょっと懐かしのセリフとかもあったかもしれません。というわけで今日はじゃーん、アルトラの新しいトレランシューズを買ったので、そちらのご紹介をしていこうと思います。徹底解説。第2弾は私が持っている靴とその使い分けについてお話ししようと思います。まず一旦ちょっと開けてみますね。ちょっと花粉症で、じゃーん、これはアルトラのオリンパス4でございます。めっちゃ可愛い色、見てください、このかっこいい並び、シャチのような色合い、鮮やかなサーモンピンク。中敷きは株式会社星野の B プラスという体のバランスを取るための中敷きを入れております。シャキーン、かっこよすぎる、早く履きたい。まずアルトラとは結構ね、あのローンピークっていう靴が有名で人気だったりするんですけど、2011年にできたアメリカのブランドです。コンセプトがなんかこう裸足で走るに近い、より自然な走りを追求しようみたいなコンセプトでやっているそうです。でもめっちゃ可愛い。日本でもここ数年かなり人気なんですが、その人気の理由っていうのが、なんかゼロドロップシューズを作っているからなんですね。で、私も初めて知ったんですけど、その内容っていうのが、かかとの高さを削って、地面からのつま先の高さとかかとの高さをこう同じにしている状態を作っているんですね。で、大体の靴は、つま先よりもかかとの高さがこう3センチくらいこう上がってるような状態なんですよ。で、私も普通に普段はヒールとかの靴を履いているので、まあ、5センチとか6センチとかこう上がっている状態じゃないですか。で、アルトラさんのホームページによると、自然の状態がこちらで、かかとが上がっている状態を保とうとして、まあ、腰とか膝とかにいろいろ負担がかかっているよっていうのを、まあ、こう直しましょうっていう理念らしいです。はい。で、さっき言った一番人気なのが、このローンピークのシリーズが人気です。これはトレイルランニングとか、こうロングトレイルとかする人たちにはすごく人気のモデルです。で、今回私買ったのが別の、このオリンパスっていうシリーズの4番目に出てるやつですね。で、ローンピークと比べて、アルトラの中では一番クッション性があるモデルとなっております、ね。まあ、ローンピークは人気なんですけど、なんかいろいろレビューとかを調べていたら、まあ、日本はこう急な上りとか下りとかが多いようなトレイルがすごく多いので、まあ、そこで足が疲れてしまったとか、ミッドソールが薄くて着地の時、下山の着地の時にちょっと足が痛くなってしまったみたいなレビューとかもあったんですよ。なのですごい体力がなくって、あまりこうこのローカットで長く歩く経験が少ない私はすごく心配で、なんかいいのないかなって思ったら、クッション性抜群の可愛いやつあるじゃんと思ってこちらにしました、はい。じゃあちょっとこの子の詳細を見ていきたいと思います。まず底はこんな感じです。じゃーん。底の素材がこのビブラムですね。ビブラムのメガクリップっていうのを使ってるみたいです。メガグリップと言われる言うからにはこうしっかりと硬い岩場とかもこうガンガン歩いていけるようなグリップ力のあるアウトソールです。で、この次に黒い部分、ミッドソールなんですけど、ここがすごい厚いんですよ。ふかふかしていて、3センチ、3.33ミリの
厚さになってます。もう押せるんですよね、ここふかふかで。下はすごいメガグリップって硬いんですけど、中はちょっと柔らかいような素材になっております。でクッション性が高いとちょっとこのミッドソールが厚くなってしまうんですけど、そうするとあの体の重心がちょっと高くなっちゃってバランスが取りにくい状態になってしまうらしいんですけど、まあ私がそのバランスが崩れてるっていう状態を感知できる体なのかどうかっていう問題はあるんですが、一応この重心がこう高くなってしまう代わりに、わかりますか、あのそこに向かってこの幅が広くなってるんですよ。ほらなんかちょっと可愛い形で、ソールがこう地面に向かって広くなってることでなんかその重心のブレとかを防ぐような作りになっております。であとは生地なんですが、トレランシューズは基本的に防水性はありません。逆にこうバシャって濡れた時にすぐ乾くのが、まあ、いいよねっていうことで、防水性はなくてすぐ乾きやすくて通気性がいいような作りになってます。先っぽの方もなんかこう穴穴してて、ここ改良されたらしいんですけど、穴穴して通気性が良い作りになっていて、この先の方はちょっとここが硬くなっていて、あの岩場とかもつま先を痛めずに登ることができます。で、ね、ここにクリップがついてるんですけど、これはゲーターをつける時の引っ掛けるクリップもついております。細かい。でね、あのね、やっぱ形が一番特徴的で、もう履いた時にこんなに指動いていいのって思うくらい、なんかこうめちゃくちゃ開放感にあふれた履き心地だったんですね。私が今持ってるのがこのサロモンの、まあ、普通一般的なトレランシューズなんですけど、この時にあのちょっと小さいサイズを買ってしまってっていうのもあるんですけど、この先がすごくほら細いんですよね。この小指のところがすごい細い作りになってるんですが、アルトラこれ分かりますか、この幅広感、幅めっちゃ広いんですよ。でこの箱にもこう書いてあって、この小指とね親指の幅がすごくあって自然な形で履くことができますよっていうのと、まあ、さっき言ったこのゼロドロップの水平を保って走れますよっていうのが書いてあるくらい、絶対これはここの幅をしっかりと締めれば、あの下山の時とかも絶対こう足痛くならないだろうなと思って感動しました。そんなところですかね。はい。いきなり終わっちゃった。でもこれめっちゃ可愛いと思う。ほら、あんまりねこのオリンパス履いてる人いないと思うので、早くこの靴を履いて出かけたいと思います。ちなみにサイズは、これが、US の8なので、25.5 から26ぐらい。アメリカのブランドは結構あの小さめに作ってあることが多いので、いつも履いている靴よりも、まあ、1センチぐらい大きめを買ってもいいそうです。はい、次回は、まあ、このトレランシューズも含め私が持っているあの登山靴の紹介と使い分けについてお話しできればなと思いますので、ぜひチャンネル登録もしてまた見てください。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。